皆さんこんにちは、岡山県倉敷市出身のフィギュアスケーター高橋大輔です。僕は倉敷市立津田島中学校倉敷水晶高校を卒業後大学へ進学しました。ところで、プロのフィギュアスケーターってどんな仕事なのって人も多いんじゃないかな。まずはこちらをご覧ください。これはアイスショーと言います。みんなもテレビなどで見たことがあるんじゃないかな。このように氷の舞台の上でアイススケートをしながらダンスや劇を演じる人をフィギュアスケーターと言い、僕は国内外で開催されるさまざまなアイスショーに出演しています。また出演だけではなくショーの内容を考えたりスケート教室を開催したりもしています。次に僕のプロフィールを紹介します。子供の頃は人見知りのおじいちゃん子で一緒に山登りや虫捕りをして遊んでいました。時代劇も大好きでチャンバラをして遊んでいるとそれを見たおじいちゃんが喜んでくれていたことを覚えています。そのおかげで演技で人を楽しませることが好きになったのかもしれません。僕がフィギュアスケートを始めたのは小学校2年生の時。最初は転んでばかりでよく泣いていましたが、当時通っていたフィギュアスケーティングクラブの監督の優しい指導のおかげでスケートが大好きになり一生懸命練習に励みました。その結果中学生の時に全国大会2連覇、高校生の時に日本人男子としては初めて世界ジュニア選手権で優勝することができました。そして社会人になった2010年、バンクーバーオリンピックで日本男子初の銅メダルを獲得することができました。その後も多くの大会に出場し、2023年5月に競技から引退、フィギュアスケーターとして活動を始めました。僕の場合、国内はもちろん海外のショーにも出演しています。1回の公演に向けて準備期間は1週間から1ヶ月と様々です。ショーの曲、振り付け、照明をはじめとした演出、衣装など練習以外の準備もたくさんあり、結構大変なんですよ。それではここからはアイスショーの本番に向けてどんなことをしているのか説明します。アイスショーのソロ演技はおよそ3分から5分、それ以外にオープニングやフィナーレ、グループナンバーなど音楽に合わせた振り付けなどを覚えることから始まります。振り付けの中でも僕が一番得意としているのはステップ。氷の上で滑りながら音楽に合わせて体全体でダンスをするためには重要なスキルなんです。パートナーの村本香菜さんとの呼吸が合うように繰り返し何度も何度も練習します。リズム感も必要なのでダンスやお芝居などの経験がとても役に立ちます。本番に向けて限られた練習の中で今までのクオリティを保つのはショーの本番よりも大変なんじゃないかなって思うほどハードですが、お客さんに喜んでもらいたいという気持ちを力に変えて頑張っています。さあ本番当日、ショーが始まる3時間前に会場に入ります。体調によってマッサージをすることもあります。こっちは昨日より張ってる感じですね。足首に近い方ですね。アイスショーは意外にハードなんで、蓄積どんどんしていくし、スケジュール的にもね、3日間連続になってくると、まあね、若いうちはできるんだけど、年齢が上がってくるとやっぱりどっかで怪我しちゃって穴開けたりすると大変なんで。お客さんはもちろん、ショーに関わっている人たちに迷惑をかけないよう体のケアは徹底して行っています。本当若いみんなが羨ましい。ありがとうございました。本番およそ1時間前、ストレッチでしっかりと体をほぐします。今日に限って一番汚いズボン持ってきてしまったなんて冗談を言うほど本番前はリラックスムード。そこから少しずつ集中力を高めていきます。本番およそ30分前、アイスダンスのパートナー村本香菜さんと本番を想定した練習リハーサルを行います。リフトのタイミングや
音合わせなどを確認しています。メイクをして衣装に着替えたらいよいよ本番。僕はシューズの紐を結んでいる時に本番モードのスイッチが入ります。テンポの良い BGM と鮮やかな照明、そこにお客さんの手拍子が聞こえてくると、会場のスタッフ、お客さん、僕たちスケーターが協力して一つの作品を作り上げているんだなと実感します。どれだけ忙しくても、練習がハードでも、会場が一体となりお客さんが笑顔になると疲れが吹き飛びますね。プロのフィギュアスケーターは自分の演技でたくさんの人を笑顔にすることができるということにやりがいを感じます。自分で表現できる場所があることや、ベストな演技ができるように支えてくれる人がいることに心から感謝しています。転ぶことを恐れずに、何事にもまずは挑戦してください。失敗から学べることはたくさんあります。家族や友達、先生たちが転んでも立ち上がろうとする君をきっと支えてくれます。みんなの人生という名の愛称は始まったばかり。壁にぶつかっても僕より華麗なステップとジャンプできっと乗り越えられるはずです。僕も君たちに負けないように頑張っていくので、一緒に頑張ろう。本物に会いに出かけよう。いつも学びとタレ。